すごっ。少しずつめっちゃ曲がってますよね。はい、職人技だ。細かく振ってって R にします。めっちゃ丸。すごい。ステンレスのパーツをたくさん取り扱っているステンレスアートの G1 さんに来ました。これ全部ステンレスで、世界に一台のそうバイクですね。すごすぎる。これがね、また自社だけにあるダイヤウロコっていう名前つけてるんですけど、これフェンダー、フェンダートラクターのリアのフェンダーなんです。この円弧に対してまたここに丸みをつけるっていうのが難しい技術で、それをどういう風にやってるかって見させていただけますか。ということで、 R 型のフェンダーを作っている工場の田中ステンレスさんに来ました。こちらフォークリフトも鱗とかついててすごいです。早速中に入っていきます。はい、ということでレーザープログラムの現場に来ました。担当の前田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずトレーラー等のフェンダー、はいはいはい、タイヤの横カバーになる部分なんですけど、はい、それの図面データからレーザー切断用のプログラムを作る流れの説明をさせてもらいます。はい、こちらが本体部分の図面データ、これをまずソフトで呼び出していきますので、これを呼び出すとこういうふうな登録されてる材料です。材料の一覧になるんですけども、すごい数。ステンレスの 1.5 ミリで製作しますので、1.5 ミリの材料の中から選ぶとこういうふうにまずざっくり板に配置されますので、これを板取りの無駄のないように配置を変えていきます。そういう作業から始まるんですね。回転させたりして材料の無駄にならないように、鱗であったりとか模様が関わってくるものは材料に対しての向きもあるんですけども。あ、そうなんですね。はい、今回鏡面って言って鏡のように使って材料を使いますので、基本板取りは自由なんですけども、当社にあるレーザー切断機が材料を使うんで、材料が動いてレーザーで走って切るっていう格好になりますので、ここですね、うん、板と、まあ、0.5 ミリぐらいつないで、うん、材料が動いても板から外れないように。え、開いてるってことですか。そうですね、ここ細かすぎて見えないですもんね。そう。難しい。今作ったプログラムをシミュレーションで、どういうふうに機械が動くかっていうのをこちらで確認するんですけども、プログラムを実際に出していく、プログラムを走らすための作業指示書ですね、これを印刷します。これがレーザー切断のプログラムの指示書。これでもう切れる。そうですね、すぐレーザー加工できるのかと思ったら、 その前にいろいろ結構やらなきゃいけない、プログラム作るのが結構一番重要で。あ、そうなんですね。はい、これは大きな材料をストックする棚になるんです。今から切る材料をちょっと呼び出して、その棚を引っ張って切ってます。結構重い。この1メーター、3メーターの 1.5 ミリでだいたい40キロぐらいになるんですかね、多分。こちらのこの機械が当社のレーザー加工機になります。なんでこちらのプログラムをレーザー加工機で呼び出していくんですけども、先ほど作ったこの指示書のバーコードを読み込ませてあげると、プログラムを作った後の確認の画面になります。で、まあ、これが材料を掴んでいるクランプの位置なんですけども、機械でいうとあの3点がクランプになります。なるほど。
これの位置が問題ないか確認して、この絵通り機械がちゃんと読み込んでるか、はい、これをこちらの画面で確認して、はい、問題なければここから加工に入っていきます、はい、それでは加工の方スタートします。すごい、だいたい5分ぐらいで切れます。これで加工の方完了しましたので、こちらを材料から取っていきます。はい、暑いんですか？切ったすぐはちょっと暑いんですけど、もうこれぐらいの板厚だとすぐ触れる程度にはなります。これが板から外れないようにジョイントっていうつなぎで止めてるのを、これでこれやったら簡単に、板からは動いても取れないんですけども、手で簡単に取れるぐらいの設定にしてあります。でこの白色のテープなんですけども、はい、表面が表面っていう、ちょっと手でピュッて触れただけでも傷が入ってしまうような表面に磨き上げてるんで、これを傷つけないように保護するためのテープになってます、はい、あ、そうなんですね。でこれをレーザー加工後のバリっていうんですけども、手怪我しないようにバリ取りの作業をしてから次の工程もあります。吸い込んでる、チューバーみたいになってるんで、それで雲の固定してる。いよいよ曲げ工程です。担当の山川さんです。よろしくお願いします。とりあえずこれを3本ローラーって言うんですけど、はい、これでこの形状に曲げていきます。測るんですか、なんか。これはね、ここがまっすぐなんですよ、一部、はい、そこは曲げないように。なるほど、 R のとこだけ曲げます。はい、よし、いきますね。はい、少しずつめっちゃ曲がってますよね。はい、なんか調整しながら曲げてるんですね。はい、よいしょ、気持ちいいな。まあまだ、もう一回こうしますね。難しそう。この回転、回転が前から、そう、こんなもんでいいかな、こんな感じです。あ、すごい。もうちょい嫌いな、でもちょっともうちょい嫌いな、でもちょっとちょっと緩いかな。よし、すごい、 OK です。おー、はい、ぴったり、すごい、職人技だ。次、あのベンダーで端90度に曲げます。ゴトゴト、あー、かくって、はい、すごい機械。これが曲げる機械ですか？はい、でかっ。いきますね。曲がった、一瞬で。これで曲げ工程終わりです。すごい、早いですね。そうですね。めっちゃ早い、思ったより。もうずっとやってるんで。あ、プロだ。はい、R、この円弧に対してまたここに丸みをつけるっていうのが、はいはいはい、
ロール曲げから切断する用なんですけども、この今書かれてるメモリは何用に、こう踏んでいくんですけど、はい、目で見ながらここ踏みたいなって言って踏むんですよ、調整するときに。その印です。さっきの鋭角曲げっていう工程で、それを今度の工程でヘミングっていう潰しの工程に入ります。こんだけあるんですね、金型が。あ、そっか、長いから2つで1つなわけですね。大体1個どれぐらいあるんですか、重さ。キロ、30キロぐらいあるの。30キロぐらいあるんですね。撮ってる。あー、意外に強い、ね、重い。うわ、重い。手が切れるかと思った。で、一瞬でこれ跡がついた。この機械でこう細かく踏んでって R にします。意味わかんないですよ。やってるから。こっから本番みたいな感じです。いきますね。丸くなったんですか。はい、え、見せてください。おお、めっちゃ丸。すごい。あんなまったりだったのに。ああですね、はい、こんな丸くなるんですね、はい、さっきはローラーでやったからなんとなくイメージは分かるんですけど、細かい、小さいあるなんでね、こういう風にできてるんですね。はい。すごすぎる。ありがとうございました。あ、では社長お願いします。社長の出番だ。これから一番難しいところは、一番難しいところです。めっちゃ曲がりましたね。はい、物が1個できるまで結構工程がすごいですよね。継ぎ目がわからないぐらい、ね、全くわからないです、はい。